どうも、ビデオゲーマーです。こういうキャリア、ルゴ編、続きやっていきましょう。で、今回は、シャープ3なんですけども、内容的には番外編という感じで、やっていきたいと思います。番外編なので、日程も進めないし、試合もね、しないんですけども。で、じゃあ、何をするかっていうとですね、ちょっと前にですね、2年目の冬にね、契約満了で補強できる選手の、リストアップの動画をね、一本撮ってもいいかなっていう話をしたんですけども、まあそれをやっていこうかなと思います。で、まあリストアップというか検索をずっと撮ってても長いだけなので、もうリストアップ自体は、終わらしてますので、なので、まあそのね、リストに入っている選手たちをね、紹介していこうかなという感じです。で、契約満了ですね。2年目の契約満了なので、2022年に契約が切れる選手ですね。うん。なので、まあ、移籍ね、してる選手たちもいるので、まあ、参考になればいいかなっていう感じで、見てもらえればいいかなと思います。キャリアによってね、やっぱり選手の移籍も全然違うので、なので、まあ、僕の今このルーゴのキャリアで移籍してるんだったらアスピリクエタとかあとラガゼットとかもね移籍してますし、まあ代表的なとこというか、うん、有名なところで言うとね、他にも結構いましたけど、まあその中でも、まあ自分的にねこの選手使えるなとか、あと有名な選手もいたりしたので、その選手たちを、リストアップしてます。なので、今からねちょっと見ていきたいと思いますね。で、これはね、どうしようかな。ポジションで見た方がいいかな。チームで見た方がいいかな。チームで見ようかな。まあ、紹介も長くなってもあれなので、まあ、おすすめの選手だけね、紹介していこうかなと思います。じゃあ、一人目は、アームストロング紹介していきますかね。アームストロング、今、2部で大活躍でして、で、まあ、僕が一番好きな選手でもあるんです、アームストロングね。うん。なので、使い勝手がいいし、すごくね、こうね、なんだろうな、フィニッシュもいいし、今ポテンシャルが75かな ?75 で、あ、能力は75で、ポテンシャルが82ですね。いやね、めちゃめちゃポテンシャルがありまして、一時ね、下がってたんですよ。すごく下がってて、77ぐらいまで下がってて、いやーこれはちょっと落ちていくのかなと思ったらね、今シーズン大活躍なので2部で。いずれはね、1部、ブラックバンが上がってこなければ1部に来るんじゃないかなと思いますね。なんか、なんだろう、サウサンプトンとかそういうチームにね、行きそうな気がしますけど、あとブライトンとかね。うん。あとは、エバートンとかね、なんかそんなチームに行きそうですね。もともと、ニューカッスルユースでね、ニューカッスルで、プレミアデビューしたりとかしてましたけど、その後コベントリーとかね、行ったりして。で、ブラックバーンに移籍してから、数シーズンね、そこまで点取れなかったんですけども、昨シーズンぐらいからね、一気に点取り出して、今シーズンはね、もうほんと、見違えるような活躍してますんで、いずれビッグクラブまではいかないかもしれないけど、まあ活躍してくれるんじゃないかなと思います、将来的にね。なので、おすすめですね。で、あとですね、先に言うの忘れてた。調べたりするときにですね、特殊な、なんだったっけ、能力があるみたいなのをね、書いてる選手がいると思うんですけど、そういう選手たちはね、のっけてます、今回。契約満了の選手たちでも。契約は切れるかどうかわからないので、そういう選手、衆たちはのけてます。で、アームストロングもそうだったんですけど、まあ、彼はもう紹介したかったので、それをちょっと、のけてね、今回入れさせてもらってます。アームストロングに関してはね。うん。多分取れるんじゃないかなと思いますけどね、アームストロング。人気なんでね、結構移籍してることが多いので、残ってることが珍しいんでね。なので、うん。取れるんだったら取ってみてください。本当に使い勝手いいので、おすすめです。で、次はどうしようかな。ハメスとかもね、フリーで取れますし、ベルナールも取れますしね。あと、ミルナーとかもそうですね。あと、ロバーツとハリソンの両サイドもおすすめですかね。うん、ハリソンはいいと思いますね。決定力もあるし、
スタミナもあったんじゃないかな、確かね。あるしね、スピードもあるし、ドリブルもいいし、まだまだこれからの選手なので、いいかなと思います。アームストロング、ロバーツ、ハリソンの3トップなんで面白いんじゃないですか。うん。いや、強いんじゃないかな、普通に。普通に2部の時にその選手、この選手たちを取っといて、1部に上がった時にすんごいことになりそうですけどね。ハマレは強いと思いますけどね。ちょっと見たいですね。やろうかな。楽しそうやな。あと、ステファンもいいと思いますね。あとは、トゥアセンビもそうですね。あと、マクネアもいいですし。これはロングスタッフのお兄ちゃんの方ですかね。もいいと思います。あと、スティーブンスもね、いいですしね。あと、トリソとかフンメルスもフリーで取れるので、いいかなと思いますね。あと、ザカリアだったかな。ザカリアもフリーで取れるし。ザカリアフリーで取れるのは大きいんじゃないかな。うん、2年目の冬にね。まあ、このまま行けばですけどね。契約延長とか移籍しなければですけど。面白いなと思いますけどね。あと、リーンファルトとかもおすすめですかね。78ぐらいだったかな、まで上がるので。中堅クラスのチームでやるんだったらおすすめですかね。見た目もなんかいいし。ドイツでキャリアやったりするんだったら取りたいですかね。フライブルクでキャリアっていうの面白そうですけどね。うん。まあ、次回はちょっとフランス予定してますけどね。セルダルもいいしね。ケンプもいいですし。あとまあベテランとかもね、いたりするので、もう35を超えたような選手はもう引退がちらつくのでね、取れるんだったら取ってもいいでしょうけど、まあね、1年ぐらいかなって感じですね。オルブライトンとかね。サムフィールドもおすすめですね。パス系がうまいので。うん。まあ、両サイドとか、フォワードが裏に抜けるような感じにしてるんだったら、ロングパス一本でね、ピタッと合わせてくれると思いますよ。いいと思います。あと、ジョンストンもいいですよ。元ユナイテッドですね。で、ペレイラもいいですし。開幕戦か何かで、直接フリーキック決めたんじゃなかったかな。第2節だったかな。どちらかだったと思いますけど。シュテーガーもいいですしね。ハックもいいですよ。パスがうまいんで、後方から繋ぐサッカーするんだったらいいかなと思います。能力は低いんですけどね。73ぐらいですけど。安くていい選手なので、おすすめですね。アーノルドもフリーで取れるし。酒井宏樹選手もね、フリーで取れますんで。あとは、ローレンスもいいんですけど、ちょっとね、クロスがね、精度悪いんで、そこだけですかね。ローレンスは昔結構使ってましたね。見た目が好きだったんでね。ニューヨークレッドブルスからアンデルレヒトにね、移籍したんですけど。あとは、このね、ペレイラも一気、まあフリーですね。フェルダルだったっけな。フェルダルもフリーですね。スポーティングに移籍してんのさ、知らなくてさ。どこ行ったんだろうってなってた。スワレスもそうですね。トリッピアもフリーですね。あとデンベレもそうですし。うん。ラリンはね、高さがあるので、うん、おすすめですかね。スタメンで使うよりはベンチに入れといて最後みたいな感じがね、いいかなと思います。あ、怪我が消えてるね。確かね、怪我持ちだった気がするんですよね。大怪我したんじゃなかったっけな、一回。確かそれついてた気がしたんですけどね。記憶違いかな。ソブリーノは、多分今キャリア始めたカディスにいるので、多分取れないと思うんですけど、このキャリアなんでちょっと入れてますけど、2022年ね、契約満了なので、で、レンタルで行ってる選手ってね、契約満了でもね、交渉できないんですよね。チームに戻ってから交渉してくださいって、もうそれは無理だろうってなるんですけどね。まあ、一回ね、交渉させって思いますけどね。
あとポンスもね、おすすめですね。名前がいいでしょ、ポンスってね。ポンス、ジローランの時、結構能力高かったんですけども、76で止まっちゃってますね。まあ28歳なんでね、しょうがないですね。あとオズボーンとかね。オズボーンはね、いいですよ。すごくおすすめです。オズボーンはすごくおすすめですね。アームストロングと並ぶぐらいおすすめですね。もっと、なんかこう、なんだろう。知ってる人がいてもいいんじゃないかなと思うぐらいの選手ですね。オズボーンに関してはね。ほんと使い勝手がいいというか、使いやすいというかね。いい選手です。あと、バルコクもそうですね。ルートの時使ってましたけど。よかったですね。今、フランクフルトで結構試合出てるんじゃないですか？確か、なんか、見たな。結構今シーズン試合出てるのを見たな。ソリアもいいですよね。フリー取れるから。あと、ベネデッティも取れますしね。ただ、怪我持ちなんでちょっと気をつけないとダメですけどね。グライムスもいいですよ。パスうまいんで。あとフリーキックも蹴れたんじゃなかったかな。そこまで精度高くなかったと思うけど。スポンジ今2位でしたっけ ?2 位3位ぐらいでしたっけ一部上がってきたら多分フェイスもね、新しくされるというかスキャンされる可能性あるから、この写真の雰囲気のね、顔になればいいですね。ロバーツもそうですね。ロバーツもいい選手です。エロールズもそうですね。で、ガルシアに関しては、今確かエイバルだったっけ？レバンテじゃなかったと思う。エイバルだったかな？エイバル行ってるんで、取れるかちょっとわかんないんですけど、これちょっとね、キャリアというか、遺跡がまだ反映される前にキャリア始めちゃったんで、で、今、スペインに戻ってるんですけども、まあ、契約が2022年だったので、入れてます。彼もね、元マンチェスターシティですしね、いい選手なので、おすすめですかね。フィニッシュがね、すごい伸びるんです、彼。80、超えるかな、うまくいったらね。なんでね、いいですよ。トップ下でしょ？めちゃめちゃ点取ってくれますよ、本当に。彼ね、すごくいい選手です。なので、おすすめですね。あと、コマンとかね。あと、ワグナーもいいと思いますね。そこまで能力高くないんですけど、まあマイナーなドイツ人選手探してるならいいかなと思います。あとメディナとかね、メディナもいいですし。あとディバラとかね、ロナウドとかコスタとかもね、フリーで取れるので、いいかなと思いますけどね。ロナウドね、似てるな。すごいな。久々に見たわ。ロナウド監督っていうのもありですけどね。ユーロの時だったっけ？すんごい監督だったもんね。ああ、将来のあれが見えたなと思うぐらいのね。監督ぶりでしたね。指示がね、すごかったから。出し方がね、もう監督でしたね、彼ね。あの時ね。はい。まあ、ちょっと少ないんですけど、まあね、ほぼほぼ移籍しちゃったりとかね、してるので、まあこんな感じのメンバーですかね。これでも結構いる方だと思いますけどね。アトレティコが多いんですね。こう見たらね。6人いるしね。あ、でも2021年、2022年、両方合わせるとニューカッスルも相当いましたけどね。こんなにいるのかって思うぐらいでしたから。今回入ってないですけどね。2021年が多かったな、圧倒的にな。ニューカッスルに関しては。あれ、ニューカッスルでキャリアするとき大変だろうなと思った、見た瞬間。あと、フライブルクも多かったですね。で、あと、今回こう、リストアップして思ったのは、ドイツに結構掘り出し物が多いかなと。契約満了で取れる選手がね、ドイツが結構いるなっていう印象ですね。イングランドも多いですけど、まあ、ドイツが圧倒的に多いんじゃないですか。チーム数とか考えたらね。と思いますけどね。あとチームのその
契約が切れる選手の数とかも見てもね、ドイツが多いですね。うん。多いと思います。2021年もドイツが、切れる選手が多い印象でしたね。だってここでさ、もう7人いるでしょ？で、上まだいたでしょ？ 10 人でしょ？ 11、12でしょ？ 13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27でしょ？多いよね、普通に考えたらね。27人いるもんね。移籍してない選手だけでね。いや、多いと思う。だからドイツリーグ狙って、たら面白いかなと思いますね。2年目はね。はい。てな感じのメンバーですね。まあ今回はこれぐらいで終わるんですけども、次回はですね、アトレティコ取ろうかなと思います。第2節でビッグクラブと当たるので。まあね、開幕戦はね、4対1で勝ちましたけど、逆になる可能性十分にあるので、まあどこまで通用するのか、早速ね、一部リーグの洗礼受けるのか、ボッコボコにされてね、もう自信なくなって逃げる可能性ありますけど、僕がね。まあ、アトレティコ戦ね、楽しみながら次回やりたいと思います。では今回はこれぐらいで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回です。じゃあね、バイバイ。